はい、PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは630本目、ドラゴンボール Z 偉大なる孫悟空伝説をお送りします。もうね、アニメで、テレビアニメ大人気、テレビアニメコミックでも大人気、ドラゴンボールがついに PC エンジンにやってきました。バンダイさんもね、ドラゴンボールといえばバンダイ、バンダイさんがついに初参入。はい、これからね、どんどんキャラゲーを PC エンジンに、出してね、くれるに違いないと思いきや、これ一本なんですね、バンダイさんね。はい、バンダイさん初参入作品にして、最終弾ドラゴンボール Z。 しかしね、他のドラゴンボール Z と違ってまだね、これね、オリジナリティのある、はい、いい出来になってますよ。はい、ノーコンキッドさん、黒金さん、ヨシベさん、ゴールデンバーグさん、8個目さん、ワッチさん、12個目さんいらっしゃい。きなこのおもちさん、黒金さん、よしべえさん、ありがとうございます。わこです。はい、3年 B 組、ドンパチ先生さん、いらっしゃい。10番号さんいらっしゃい。ねえ、ガンダムやスパロボとか出るのかな、みたいな。PC エンジンにドラゴンボール Z 出てるの初めて見ました。初めてですか。出てたんですね。もう末期ですからね。まあね、末期で、バンダイさん参入ということで。わこです、はい。アラン・プロストさん、いらっしゃい。バンダイナムコさん、今からでも待ってますよ。はい、それでは、発売日、発売元、94年11月11日発売、バンダイ、スーパー CD ロムロム8800円、アクションゲーム一人用でございます。バックアップ33バイトで、1箇所のみとなっております。はい、それでは行きましょう。ドラゴンボール Z! バンダイっていうね、バンダイロゴを PC エンジンで見ることができると。これシステムが他の作品と違って独特だった。そうなんです、違ってね、ほんと独特な、まあシステム慣れるまで難しいですけど、慣れたらもうね、もうドラゴンボールらしい戦い方ができるんで、高さですよ。すごかったぞ。もうこれ一本だけですかね、ドラゴンボールね。モスコさんがあるけど、母さんにすまねって言っといてくれ。バンダイさん一本だけですからね、これね、はい、唯一のバンダイ作品。そう、ドットでオープニングを再現したの、PC エンジンのね。もうこの頃セル編の終わりの方なのか。もうそうみたいですね、もうね、この頃は。悟空、おじさん、モスコさんがあれです。タカさんがあれです。孫悟空、悟空ピッコロが悟空っていうのか。ピッコロ悟空って言ったら、ピッコロなんて言ってたんだっけ。お父さん、悟空さん、ピッコロはそんな気がする。アニメだと損って言ってましたね。損だったんだね。じゃあちょっとここ脚本間違えてた。チャオズ置いてこられてる。チャオズ出た。チャオズいなかった。まあ、チャオズはまあね、はい、まあね。チャオズそんな悟空と絡みなあったっけ？ないよ。チャオズはそんなにね、悟空とほら仲良くないから。チャオズはクリリンだものね。チャオズはまあね。俺の名を言ってみろ、ね、違う、クリリンの名を言ってみろ。めちゃめちゃに元気で、めちゃくちゃに強いやつ。サラダ油錦さんがりです。数々の大ピンチから地球を救った、この世で一番すごい男、孫悟空。クリリンのことか。クリリンのことか。天気の枝なんないか。じゃあ、見なかったか。ファーラウェイ。人事は青森さんがいる。怒って。とか。
が下がりです。まだ雲に乗ってた。いや、ワープができるから雲乗らないから。これはね、どこなんだろうね。アルファじゃなかったと思う。アルファだったらロゴ出るよね。ゼル編まで入ってます。はい、ゼルまで入ってます。ゼルいたゼルいた。最後ゼルが出てきた。スパーキング。チャウズとクリリに顔かぶっちゃった。ああ。やっぱこのグリーンですね。ピッコロさんとご飯ちゃんの師弟関係式でした。よく出てる。あ、ピッコロとね、ご飯はね、もう。はい。プッシュランボタン。この世にはびこる許せぬ悪を。ルドさんです。カズサトシキさんがいるです。これならばっちりだ。どうだごてん、新しい決めポーズかっこいいだろ。うん、すごくかっこいい。やっぱり世界一強くてかっこいいのは兄ちゃんだね。違うよ、一番強くてかっこいい人は他にいるんだ。誰なの？上戸サイヤマン。僕らの父さんさ。はい。お父さん？こんばんは、ラブヨキです。フリーザから先の猫じゃらしさんです。お父さんのこと全然知らないもん。あやけんさんです。そうか、だったら父さんのこと全部御殿に教えてやるぞ。ほんと？はい、というわけでね、この、ご飯が御殿にね、かわいい、お父さんの、戦いの記録を教えてあげるというね、一応ことになってるわけですね。はい、すごい。はい、まず6章からね、全部で、ね、はい、この6人の戦いから選べます、はい。で、全部倒したらセルがね、出てきますので、はい、まあ、順番に古いやつがありますかね、レッドリボン君。最後の相手は、ソフトどこで作ったのか聞いたら知ってるかな。あ、どうでしょうね、岩崎さんなら全部知ってるかもしれないね。レッドリボン軍との戦い、これね、もう最初はね、結構ね、柱投げで乗るって憧れましたね。あ、柱投げでね、自分に乗れるっていう。いや、あんたらビッツから柱編やないか。もう聞いたんですよ、おそらく。聞いたか分かんないけど、お母さんがいるから、お母さんに聞いたんだろうね、きっとね。お母さんが知ってたかどうか知らないけど、父がね、父が知ってたかどうかは知らないですけど、あ、ブルマに聞いたのかな。だよね、兄ちゃん、タオパイパイってなんだかおっぱいみたいな名前だね。確かにあんまり強そうじゃないな。とんでもないわ。おっと、はい、あなたたち、タオパイパイの強さを全然分かってないよね。いいわ、パクインさんはアークさんでしたね。アークシステムワークス、もう初30でこれですからね。まあ、おそらく前から結構ね、PC にソフトを作ってないから。最悪の軍隊、レッドリボン軍だったのよ。ドラゴンボールを狙うレッドリボン軍と孫君の戦いは断然孫君が優勢だったわ。懐かしいね、こんな敵って見ましたね。レッドリボン軍が最後の切り札として差し向けてきたのが世界一の殺し屋、タオパイパイだったのよ。ドドンバー。タオパイパイの強さの前にさすがの孫君に負けてしまったの。
でもなんとか命が助かった孫君はカリン島でカリン様から猛特訓を受け、再びタオパイパイに戦いを挑んだのよ。タオパイパイってそんなに強いやつだったのか。お父さん頑張れー。カリン様かわいい。はい、おとなしくドラゴンボールを渡せ。それとも今度こそ本当に死にたいか。ボールは渡さねえぞ。おめえなんかにもうやらんねえかんな。ドクターゲロでまたレッドリボンを聞くとは思いませんでした。はい、ワンボタンでね、こう押しっぱなしで攻撃ですね。押しっぱなしで中ボタンがボールですね。ほらほらほら、ね、ほら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 、左右で、相手と離れてね、あの下のゲージを振り切ればこっちのそうですね、あの青いゲージは気力なんで、気力がなくなったら攻撃できなくなるんで、アメモで出てる。おや、あーワンツーで気力はね、だったと思います。気力はあったと思います。独特なシステムなんですけど、よいしょ、押し切ったらチェーンヒット画面になります。で、つい精鋭までね、こんな感じで気力をどれだけ使うかみたいな感じで、ダブルブロー、ちょっと気力、あまり気力を、入れないとダメージあれだし、入れすぎるとね、またね、相手があの気力を、相手も気力を使って防御できるんですけどもね、その次がね、あのまた気力なくなっちゃいますから、その時離れないと。もっと派手なやつを笑う。どれで誰も上下でね、あっ切り替えられるんですけど、キープでやったら気が記録ためる。あっ、ドドンパイに勝てるものか、してねえ。防御はちょっとでいいですよ、もうね、どうせ防御いっぱい使っても当たるときは当たるし。コスモを燃やすんですね。死ねえ、必殺ドドンパー、やめろー。で、攻撃するときはこうに合わせて、忙しいんですよね、結構ね。防御のときは棒、気を貯めるときは気にね、して。そうなんです。あと、まあ、もちろん成長するに従って、後の方に行くに従っていいね、必殺技がいっぱいできますけど、まあ、このときはもう、そこまでないです。俺たちの戦いはこれからだ。ね、拡大縮小するから。よしよし。どうなんや。奥行きあるの。じゃあよいしょ。よし、こんなちょっと。おめえもレッドリボン軍も。間を取ってシュートで多分カメハメハじゃないの。あ、違う違う違う。あ、カメハメハ来た。カメが。カメハメハだな。よし。カメハメハくらい。結構一戦が長い。割と長いですね。カメハメハ。大勝。あの組み合わせで、いろんな技があるでね、どんな技があるか自分でね、これはちょっと逃げろー、逃げろー、ラララララ、こうやって止まったらブローにして、ワンボタンをちょっと押されてたらちょっと離れてくる。やろー、なし、今度こそ殺してやる。おめえなんかにもうやられねえ、やられねえ。連心清流塔わこ95個までなんじゃい。切られまくり。でも大丈夫です。あ、ちょ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 。あら。
だその辺は強力な技がないです。98個目さんで、あっじゃんけんとか使えるのかな、いろいろだから組み合わせての方にダブルブロー単発技ラッシュバットっていうのがある。ラッシュバット、ラッシュバットをくれ。ラッシュバットでも威力2だね。ボケてるうそー。我々上の方が真っ青なんですよね。おあれだけ気力入れて防御されたらね、ちょっとやめて。世界一の殺し屋の力とくと味わうがいい。ほとんどが野沢雅子さんですよ。何推進錬錬金錬劇あれ劇かな。ああ要素のされてる。野沢さんの熱い告示。野沢さん告示されてる。野沢一人三役だ。テオペイペイすっげー強いな。いきなり最初初戦からねちょっと強いですね。あらー。ほら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 。よいしょ。おめえの手の内は分かった。お前の手の内は分かったぜ。カメハメマがカメハメしかないかね、っていうの。他になんかないかな。カメハメハ。とりゃあ。こうやって前菜に追いつかないように巡り合いが続くのですね。どうです。前菜にはどこまであるんですか。セルまでですね。セル、サルが、サルじゃないや、セル。セルがラスボスです。あおのれ、いい気になっていられるのもここまでだ。やられてたまるか。悟空対悟空ブラックという感じ。お、ついのキープ 60% 以上残像剣っていうのが。なあ。いかがチャンス。あらららら。実はね、この赤いのが なくなるまでです。これダブルゲージです。結構長いだな。確か赤いのは黄色だけじゃないですよ。赤もあるから。処理速度の変化が分かりませんよ。よし。おめえの手の内は分かった。今度はこっちの攻撃だ。多すぎませんか。わら。ないよ。ないよ。ちょっと待て。なんだしわずい。バーストキック。これ。ちょっと気合つけ。ずっとタオバイバイじゃあれだから他のにやすかじゃあね。ちょっとカメハメハ以降のちょっとじゃあ行きましょう。ちょっとわらわら。ただね、後の方はねちょっと慣れてない。後の方はねシュートっていうのがあります。実はシュート、ちょっとわらわら。タケノコチャンネルさんあれです。シュートはフリーザ戦行きますか。フリーザ戦とか行くとシエルされちゃう。シュートっていうのが出てます。それは
気が出ます、気が。あいわいもあります。運が悪いと。いきなりフリーザー行くとちょっとね、久々だと色がトロードがちょっと気になりますね。そうなんです、これ開け方対応してくれたらね、よかったんですけどね。開け方対応だとね、あそこのロードなかったと思うんですけどね。開け方対応してないからコインさんあれです。開け方対応してくれたらよかったね。あれがフリーザーなの。ああ、宇宙最強最悪、破壊と暴力を愛する悪の戦士だ。到着。あ、トランクスくん、ずるいぞ、ゴテン。俺を仲間外れにして。トランクス。あ、映像残ってんのか。映像が残ってた。PC エンジンでドラゴンボールのゲームあるの知ってる人少なさ。少ないよね、ちょっとマッキーだからね。で部下を呼ぶようにし。このガキ、誰に口を聞いているんだ。パパ、話してくれないとママに言っちゃうよ。ベジータがいてくれるんですね、ここはね。はい、ベジータが。俺との戦いが終わった後、ブルマたちは宇宙船でナメック星へ向かった。ナメック星のドラゴンボールでピッコロたちを生き返らせようとした。そしてそこには惑星フリーザナンバー79で傷の手当てを受けたこの俺と、スカウターで会話を盗み聞きしやがったフリーザたちも、永遠の若さと命を手に入れるためにドラゴンボールを求めていた。ベジータがね、ちゃんと言ってくれる、親切に。和骨です。133個目だね。太陽拳は良いわぞ。俺とブルマたちとフリーザ、そして途中から宇宙船で到着したカヨロフの上に三つどもえのドラゴンボールの奪い合いが始まった。クリア枠は長そうですね。やむなく俺とカカロットたちは次々とフリーザの部下を撃破して。クリア枠はね、何枠かかってかな。クリアは、とうとうフリーザ本人が出てきた。11枠かかってますね。はい、結構5時間ちょい、5時間半かかってる。ベジータさん、フリーザにガクブルしてましたよね。変身したフリーザの強さは。そのことは言わない。このようなものとは思えないことだ。そのことは言わない、自分で喋ってるから。パワーアップした俺もドラゴンボールで復活したピッコロも全部で7000ですね。まあただ今みたいに一つの生徒結構割と長めですからね。割と長めなんで、でゲームオーバーになったりしたらね、はい、もう一回やらないといけない。ブルブル震えて涙流してましたよね。そんなことは言わない。自分のそのあれは多分言わないので。パワーがありそうですね。変身した後ですね。変身した後は戦う。ご飯いるから嘘はつけないからな。あー、悪魔将軍。あ、ちゃんと泣いたとこだ出してる。ベジータ、おめえが泣くなんて、おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。あー、サイヤ人の仲間が殺されたのが悔しいんじゃねえんだろう。お前がの一打、あいつにいいようにされちまったのが悔しくてしょうがねえんだろう。おめえのことはデッキレだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。このゴテゴテからシンプルになったのが一番強い地球育ちのサイヤ人の動機でした。ここからの戦闘はベジータ知らないのに語ってるんですか。一応ほらベジータさんの補足で、俺たちに殺された聞いたんでしょ、サイヤ人のためにも、悟空か誰かに、はい、そしてここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。ベジータ今悟空の真似してやってます。そんなくだらないことを。あと5分でいけるのか、わら。はっ、もう空中飛んでるね。はっ、気合とかでね、あらら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 らって飛び道具使いますからね、もう青年編は。うぅ、あらー
向こうも使ってきますよね。その代わり飛び道具は結構あー振り切られた、ね、今回あのフリーザとかあのベジータ戦空中戦とかね。改めて見るとフリーザは簡素なデザイン、悟空は金髪化してベタの手間省くとキャラの省エネに気を使ってたんだなと思う。これ熱いですね。これ熱いんですよ結構ね。フリーザ戦はあとまあ技もね七つ星駿河屋さんでは完品2700円、だからこっち序盤よりねフリーザ編の方が割と早く決着がつきますかね。32円にて販売中です。こっちもフリーザさんも強い技使えるから。よし最後に悟空の技を連続機構弾。あ連続気合がないから連続機構弾しか使えないじゃない。瞬間移動カメハメハとかね、なんかいろいろちょっとわらわら。よいしょー、ね、結構いい技が使えるわけです、ね、で途中の、ね、イベントはこのように挟まれるね。実はデッサンがクリートフルにバレるので、これができるのは鳥山先生だからこそだ、はい、ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろその気になろうかな。それでは所持率アンケでございます。前回やっぱりね末期で出てた人、知らない人が結構多かったのか、空中戦と地上戦正直言うと意外とね低かったんですね、ドラゴンボールでも。はい、持ってる持ってた人は1番、2番持ってない人です。前回は 14.5% でした。筋肉デッサンは特に難しいんだな。 14.5% でした。今回どこまで行きましたかな。よいしょ、恐竜がいたら PC エンジン思考みたいね。デレレレレレレ。はい、ドラゴンボールデッド。サービスがいいな。あ、やっぱね、うまいね。ね、あ、そうです。これのね、続編みたいなもんですね。偉大なるドラゴンボール伝説っていうのは、サターンとプレステで出てますけど、これのシステムを使った続編みたいなもんなんですね。はい。これと合わせてやるのがいいじゃないですかね。あっちはチームバトルとかね、できますから。チームバトルになってますね。はい、結果発表。お、増えてる14.5 から 24.4! てってー今結構高くなってますよね。はい、結構増えてる。もうね、これはもう面白いんで、ぜひともね、ゲットして、ドラゴンボールファンは必見でございます。マジカルサウルスツアー見ながら、パチパチパチ。もうね、ドラゴンボールならではの戦いがね、こうね、できるということで。はい、今日はドラゴンボール Z 偉大なる孫悟空伝説をお送りしました。明日のマラソン枠は、天使がやってきますよ。お楽しみに。おっぱいです。オフでした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 。天使。天使か武田信玄だな。オフの君。オフの君でした。オフでした。どんな天使かな。オフでした。はい、オフでした。オフでした。はい、オフでした。天使また積もっちゃう。台は作画の手間省くために装備がすぐ壊れたとか。あー、シリュウとかもかな、じゃあね。すぐ脱って、クロスを脱ぐ人は。